ご覧いただきありがとうございます。本日は木津川市梅見台にございます。綺麗な 3LDK のメゾン梅見さんにお邪魔しております。こちら、まず、リビングの方からなんですけど、まあ、このようにね、かなり日当たりのいいリビングとなっております。こちらね、窓があるんですけども、大きな窓を入れていただいてますので、かなり日当たりも良好なリビングです。こちら南向きのバルコニーとなっております。洗濯もね、乾きやすそうですね。でキッチンがこちらの今大人気のカウンタータイプのキッチンとなっておりまして、まあ、その内側がこのように結構ゆったりとしてますね。 IH が、3口の IH がついたシステムキッチンとなっております。でね、あとお魚も焼けるグリルもついております。で、こちらがキッチンの後ろのスペースなんですけど、まあ、冷蔵庫であったり食器棚も余裕と置いていただけますね。まだカウンターということで、まあ、このように前が抜けてますので、まあ、お料理をしながらね、テレビも見ていただけますし、お子さんの様子も見ながらお料理していただけるというのは大変いいポイントですね。でこちらが、モニター付きのインターホンとなっておりまして、まあ、カラーで結構鮮明に映ってますので、まあ、お客様が来た時バッチリ顔を確認していただくことができるようになっております。でリビングの隣には洋室がございまして、こちらにはこういったクローゼットもついておりますので、結構ね、こまごましたものも集合していただけそうですね。でこちらリビングの横にはもう一つお部屋がありまして、こちらも洋室となっております。こちらドーンと大きなクローゼットがございます。まあ、横幅ももちろんなんですけど、奥行きも結構ありますので、かなりの量収納していただけそうですね。下の方にも何か置いていただいてもいいかもしれないですね。でエアコンも1台備え付けとなっております。でこちら廊下に出ていただきまして、こちら2階のお部屋ということで、1階の玄関、大きなシューズボックスもあります。でこちらの室内階段を上ってきていただきますとお部屋となっております。で、3つ目のお部屋なんですけど、結構ねコンパクトなお部屋となっておりますので、お子様のお部屋とかにはちょうどいい大きさかもしれませんね。でこちら綺麗なウォシュレット付きの手洗いとなっておりまして、階側には洗面スペースがございます。大きな、このようにシャンプードレッサータイプのものとなっておりまして、その隣には室内の洗濯機置き場がございます。こちら綺麗な浴室なんですけども、上には浴室乾燥もついてますし、結構ね、深さがありますので、肩までしっかり使っていただけるお風呂となっております。詳しい、条件等につきましては、賃貸のまさきホームページをご覧ください。奈良のおもてなし、奈良心、賃貸のまさきでは皆様のお部屋探しを全力でサポートいたします。ご視聴ありがとうございました。